山一証券清水建設の提供でお送りします。こんにちは、お昼のニュースです。12月最初の日曜日の今日、公務員にボーナスも出て、お歳暮商戦はピークを迎え、デパートなどでは午前中から大勢の客で賑わっています。商店やデパートにとって今日は書き入れ時のボーナスサンデー。東京新宿のデパートでも10時の開店と同時に客が押し寄せ、4階のギフトセンターはみるみるうちにいっぱいとなりました。今年の人気のお歳暮商品は例年と同じように洋酒や缶詰、海苔といった食料品、値段は4000円くらいで、特に自然食品は好評のようです。このデパートではお歳暮商品を含めて今日1日で20億円を売る予定となっており、不況風を吹き飛ばそうと一生懸命です。一方、名古屋のデパートにはお歳暮商戦を勝ち抜こうとロボットが登場しました。朝礼で頑張ろうと従業員に葉っぱをかけた後、早速訪れた客にいらっしゃいませとサービスに努めていました。ラジコンで動くこのロボット君、愛嬌いっぱいの表情でたちまち子どもたちの人気を集め、デパート側もホクホク顔でした。このロボットでお歳暮商戦の前哨戦に弾みをつけ、来週の日曜日の山場を乗り切ろうと意気込んでおりました。外伝です。中南米4カ国の歴訪を終えたアメリカのレーガン大統領はまもなくワシントンに帰りますが、テレビの同行取材団を乗せたチャーター機が故障して4日ブラジリア空港に胴体着陸する事故がありました。このチャーター機はアメリカの NBC 放送など大統領取材団のテレビチーム45人が乗り込んだボーイング707型機で、事故発生のアナウンスに取材団は一瞬ヒヤリ、しかしそこはすぐ職業意識が働いて機内では取材合戦が始まりました。事故は日本時間の昨夜8時前、ブラジリア空港を離陸する際、滑走路の標識灯に車輪の軸をぶつけねじ曲げてしまい、チャーター機は燃料を空にするため空港の上空をおよそ2時間旋回した後、胴体着陸に移りました。この事故の第一報を AP 通信が、大統領同行機が墜落したと世界に報道し大騒ぎとなりましたが、チャーター機は結局見事に胴体着陸に成功し、機体の一部がかなり壊れましたが全員無事で、記者の一人が指に軽い怪我をしただけで済みました。次のニュースで、世界で初めての本格的な人工心臓の移植手術を受けたアメリカのバーニー・クラークさん61歳は、人工心臓に圧縮空気を送り込む管が空気漏れを起こしたため4日再び手術を受けました。外伝をまとめますと、クラークさんが入院しているユタ大学医療センターは4日クラークさんが2度目の手術を受けたと発表しました。この手術は人工心臓を動かすために体外の駆動装置から圧縮空気を送り込む管が空気漏れを起こしたため行われたものです。空気漏れの原因は2日の移植手術の際、管に小さい穴を開けてしまったためです。手術の後、医療センターでは空気漏れ部分は完全に塞がれ問題は解決した、クラークさんの血圧、脈拍ともに正常であると述べ、手術の成功を伝えました。クラークさんは2日の移植手術の後、順調に回復に向かっており、2度目の手術が行われる直前には家族が記者会見して手術成功の喜びを語っていました。デンマークのコペンハーゲンで開かれていた EC ヨーロッパ共同体の首脳会議は4日経済関係のコミュニケを採択して閉幕しました。共同によりますと、コミュニケではアメリカとの貿易摩擦を緩和するため建設的対話を進める姿勢を示しました。しかし対日本関係では今月開かれる外相理事会で日本と EC との間の貿易関係を改善するためのさまざまな措置が決定されるだろうと述べたにとどまっています。一向に減らない対日貿易赤字問題は初日から大きな話題となり激論が交わされたと言われていますが、コミュニケでは簡単にしか触れられていないのは対日通商政策をめぐって10カ国の足並みが揃わなかったためと見られております。
各国の日本に対する対日強硬発言などから13日に開かれる EC 外相理事会ではかなり厳しい対日措置が打ち出される可能性も出てまいりました。人間らしく生きたいという願いを込めて新商社の暮らしと権利を守る全国集会が今日東京で開かれました。今年で16回目を迎えたこの大会は障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会が主催したもので、全国から300人を超える新商社が集まりました。会場では代表たちが次々と演壇に立ち、障害者に対する政府の予算が削られ、ホームヘルパー派遣制度が一部有料になったなどと福祉と教育の切り捨てに対する不満を訴えていました。さらに全国400万人の新商社と家族が健康な人と同じように家族生活や社会生活ができるよう保障してほしいという意見も出て、出席者から盛んな拍手を受けていました。そして全員で新商社の生きる権利と平和を求めて立ち上がろうというスローガンを採択しました。大会は明日まで開かれ、参加者たちは明日福祉予算の増額を求めてデモ行進をすることになっています。